浜動物公園の群れの第1位を務めているオスのチンパンジーですね。あと今日残りのオスのチンパンジーはですね、お客様から見えない公開のね運動場に出ているのでちょっと少なくなっているんですけれども、本来チンパンジーという動物はですね、オスとメスたくさんいる群れを作る動物ですので、まあメスが多いからといって、ね、そういうわけではなくて、まあ、たまたま今日はこういう形となっているということをご理解ください。はい、で、その中でもですね、オスが主体となって、群れを作る動物ですので、さっきボンボン君1位と言いましたけれども、オスはですね1位2位3位4位と生まれた群れで育って、そこから出ることなく自分の順位を確立していく。でメスはですね、13歳ぐらいになると違う群れをに移ってですね、他のところで家族を作っていくというね、社会を持ちます。なんでメスはね、そんなに強いね順位の制度はありません。はい、でお昼ご飯がやってまいりましたね。まずですね、茹でたじゃがいもと、あとは生の玉ねぎ、そして生のごぼうをお昼ご飯としてあげております。で、群れで生活する動物、なので、こういうね、餌だけでもですね、ちゃんとルールがあるんです。例えば、今手に持ってますよね、たくさん持ってきました、その手に持ってるものの餌は取っちゃいけませんよっていうルールがあります。なんでね、正面にね、皆さんにも、ね、見て座っているななちゃん、この子もね、ちゃんと大事そうにごぼうは持ってますね、おトイレしてますけど。はい、なのでね、まあ、そのルールを守らないと、まずね、ボンボンという第1位がですね、